してます。はい、はい、容赦なくいきます。これはやめて。はい、やめて。いけー、バンダイマニア元気モニモニマニちゃんです。バンマリ上陸リックです。いつでもフルスロットルつぐみんです。ついに今日から仮面ライダーバトル頑張れせず5弾が稼働開始しました。出ました。もう魅力的なラインナップ、はいうんはい、最高ですよ。本当ですね、はい、昨日配信した動画ではカードの紹介をね、レジェンドレアカードと、うん、あとはキャンペーンカードの紹介をしたんですけれども、はい、何をするかと言いますと、うん、バトルですね。はい、新しいカードを使って早速バトルをしてもらいたいと思います、はい、さっきも言ったんですけど、うん、めちゃくちゃラインナップいいんですよ。もう使いたいカードが多すぎるので、うん、デッキねめちゃくちゃ考えてきちゃいました、はい、迷っちゃうね。3個ぐらい考えちゃいました。おお、すごい気合入ってる。もうその中の一つで今日はつぐみんとバトルしたいと思います。私はあの前回のカード紹介の時にもう目をつけていたカードがあるので、それを使ってリックを倒したいと思います。そしてですね、今回恒例の初出し情報もありますので、ぜひ最後までお楽しみに。それでは早速やっていこう。バンマニでは僕のデッキから紹介していきたいと思います。こちらです。ズズズズズーン。おお、アタッカータイプを、ね、集めております。まず1枚目、はい、レジェンドリアの仮面ライダーブラック RX です、はい、そしてじゃあですね、ガンバレジェンズ5段はじめ用セットに収録されている仮面ライダー伝王ソードフォーム、そしてジオー時の王者ということで仮面ライダージオー、そして仮面ライダーゲイツ、はい、さらにキングストーンの覚醒です。おお、なるほど。レジェンドレアのジオーで来るかと思いきや、はい、ここは RX を選びました。なるほど。なぜかと言いますとですね、うん、チームに経営アイコンを持つライダーが3体以上いる場合、自分の防御が大アップ、そして仲間の攻撃が大アップするという効果になってるので、このリーダービリティでジオーもね強化しちゃいます。なるほどね、はい、でしかもねサポートカードのキングストーンの覚醒で RX もね強化しちゃうんで、RX めちゃくちゃ強化しつつ、仲間も強化しつつ、ジオウも活躍させたいなっていうね。あー、我が魔王ね。はい、そういうねデッキのコンセプトになっております。おー、じゃあ私のデッキも紹介しますね。今回もリックに勝ちたいので、こちらのデッキを用意しました。おお、はい、ちょっとあのオープニングで目をつけていたカードはやっぱマジエイドだ。あー、そりゃそうですよ、はい、マジエイドは絶対に入れたかったので、うん、はい、リーダーにしました、うん、今回はこのアタッカー、ディフェンダー、フィニッシャー全て揃ったデッキになっておりまして、はい、うん、アイコンも銃とキックで揃ってるので、おー、はい、あのおなじみのスロットをね確実に揃えつつ、やっぱり先行も大事だと思うので、先行を取ってガンガンリックを攻めていきたいんですが、今回のデッキは全体的に必殺を上げてくれるんですよ。仮面ライダーマジェードの効果が、このチームにアタッカー、フィニッシャーが両方いる場合に自分の必殺大アップ、マッハのカードも合計スピードが6以上の時に次のラウンドまで自分の必殺がアップ、この2枚でもう合計スピードが6なんですよ。なのでこのマッハの必殺アップは確実に発動します。なるほど。さらにガッチャードも必殺アップの効果がありますし、そしてこのサポートカードです。ここの選手のアビリティもチームにアタッカー、ディフェンダー、フィニッシャーが全て揃っている場合にチーム全体の必殺大アップということで、うん、はい、今回は必殺を上げて戦おうかと思っております。なるほど、必殺を発動させなければいいんですね、はい、ということは僕のデッキの方が有利ですね。いやいやいや、攻撃でガンガン攻めて必殺技を発動させない、これが僕の作戦です。先に言ってきます。させない方法とかある？それはもう大ダメージ、必殺の前にもうとにかく通常の攻撃でドカーンと言ってきます。任せてください、絶対に勝ってみせます。じゃあ、早速バトル、はい、バンマニではバトルをしていきたいと思います、はい、じゃあまず1枚目は仮面ライダーバジェード3ユニコーンいきましょう。本気でいくよ。矢印をなぞれ。アルケミスリング。ユニコーン。変身。もう一回ザ。ザ。輝くジャンコ。プロミネンスホーン。私がいる限り、あなたの攻撃は通用しない。やばい。マジで。めちゃめちゃかっこいい変身してましたね。はい、じゃあ2枚目仮面ライダーマッハ、そして3枚目は仮面ライダーガッチャード、スチームホッパー、そして仮面ライダードライブ、タイプスピード、サポートはここの選手でいきたいと思います。
はい、今回はこれでいきます。はい、僕も決まりました、はい、じゃあ負けないぞ、勝てる気がする。いや、私が勝てる気がする。はい、はい、はい、早速サポートカードでバンバン上げていきます。はい、リック君の防御を下げました。来たぞ。うわ、リックの方もめっちゃ上がってる。でも負けない、油断しないでね。よし、行くぞ。はい、油断禁物、行け。これは取りたい、一緒に行くぞ。行きます。なんで待って、揃ったようですね、つぐみは。危ない危ない、揃ってないです。危ない危ない、はい、取りました。うわー、スピード10、すごいな。はい、必殺も上げてどんどん上げてきますよ、行きます。行け。はい、最初が大事。来るぞ。行きます。さあ。さあ。おいおい。はい。はい。お、また必殺が上がってきた。頑張ってみる、頑張ってみる、いきます。よし、次も、いけ。アイコン揃う気がする。アイコンガチャ、いきます。揃わない。ガッチャですね。じゃあもう余裕で、はい、なんかあいつ揃ってる、出ましたよ。あ、いいとこがない今。先行ガチャ、ドラマティックじゃん。ある飛ばしてます。行くぞ。はい、行くぞ。行け。はい。行くぞ。行け行け。やばい。行け。はい、行きました。ここはもうこれで行きます。ホームチェンジ？はい。ホームチェンジ。行け。シグナル交換。あ、曲がる。きた。シグナル交換。うわ、はい。またまた必殺上げちゃいました。来い。はい。なぜだ。なぜ。ちょっと調子が。なぜブルーキックになった。いけ。いけ。おお、はい、来ましたね、もう。はい、容赦なく行きます、これは。やめて。はい、やめて。はい。マジスティックエクスプロージョン。よし。いや、来た。危ねえ。発動すると思ってましたよ。やばいぞ。よし、行くぞ。やばいやばい。貯める。よし。うわあ。ちょっとアップしてる。よし。でも粘りますリック。うん。危ない危ない。でもここでね、先行取ればいいので。行きます。イエーイ。行くぞ。行きます。あ、待って、どうしちゃった。やばい。どうだどうだどうだ。来ましたね、僕の時代が。あー、来てないぞ。よし。なんだなんだなんだ。よし。いいじゃないか。ドラマティックメドレー。うわ、待って。
逆転の兆し。いや、ダメダメ、まだいけるよ。勝利の未来が見えてきましたよ、僕の。いきます、いきます、頑張れ。さらにパーフェクト、頑張れ。嫌だ。さあ、いきます。俺たちの力を見ろ。はい、いけよし、いいぞ。やばいやばい、まだ、はい、いきます。たうわ、よしよし、さあ、いいね、三人キック。頑張れ頑張れ、守れ。これ結構ダメージ出ましたね。いや、じゃないか。はい、はい、私のターンですね。いけよ、クリスタル。おい、なるべいけいけ、ダメージがたまんなかったぞ。きそ、待て、2回目のそんな、ありがとう。矢印をなぞる。あれ、ユニコーン、しげー、いけたようだ。どうした。いや、負けてない、まだまだね、ライダーが作る。これは決めたはずだ。ライダーが作る。めっちゃダメージ出た。勝ちました、勝利を。バンダイマニア年男なんですけどね、あの年男なんですよ。なんですけど負けでした。あ、いいとこがあんまなかったというか、なんかもう慈悲ありのライダーガッツでさえ通じず、まさかのシンクロゲージがたまらないという年男ですかね、僕、はい、本当に2024年も頑張れてたって言ってまし てました、ね、言わにしおりました、ね、まあ最近そう、つぐみに勝ったと思うんですけど、うん、もうね、一発目で勝ってらっしゃいましたけど、ちょっとゴーダの幸先悪いですね。いやいやいや、そんなことない、そんなことない、修行しましょう。修行の旅に出ます。やっぱり私はもう仮面ライダーマジエドの必殺でとどめをさせたのが何よりの喜びですね。しかも必殺であの2回打ったんで、うん、はい、バッチリみんな打ってましたよ、カンプ泣きまでにね、うん、容赦なく。個人的に楽しみだったバッハのね、はい、ホームチェンジの演出も見られたんで、はいはい、まあ、ハマガールなりましたね。そうですね、うん、ちなみにリック見れてないんですけど、マジエドのケース、あの、めちゃくちゃ良かったね。ちょっと待って、本当にかっこよかった、はい、なんかね、聞こえてきたんですよ、ちょっと音みたいなのが、うん、痛いなと思ってるんですけど、めちゃくちゃ良かった。動画公開されたら見てみて。はい、動画公開されたら見ます。そしてここからは新情報です。はい、2月1日から始まります新イベント情報になります。その名も加速する魂です。加速する魂、まさかこれですか。そうです。お、仮面ライダーファイズですね。はい、仮面ライダーファイズの新しいイベントが2月1日から始まります。いやー、いいですね。ありがとうございます。はい、はい、開催期間は2月1日から2月21日まででポイント形式のバトルとなっております。そして今回なんですが、はい、バトル後ランダムで出現するラッキーバトルという新機能が追加されたんですよ。何ですか、ラッキーバトル。ラッキーバトル、ラッキーバトルはですね、ファイズイベントのポイントが180ポイントもらえるだけじゃなくて、経験値ボーナスももらえちゃうっていう超お得なバトルになってるんですよ。通常のイベントで難しいモードで遊んでも、うん、140ポイントぐらいですよね、もらえるのって。だいたいそんくらいだよね。180ってめっちゃお得じゃないですか。そうなんですよ、まさしくラッキーバトルですね。ラッキーバトルなんです。しかもですね、2つあって、経験値ブーストとシンクロ経験値ブースト、どちらか選んでバトルすることができるっていう。もうだから伸ばしたい方を自分で選べるっていう ね僕シンクロレベル上げたいんで、はい、わー、いいですね、うん、そうです。どっちか選べる。
そう、最高じゃないですか。そうなんですよ。そしてですね、今回あの土日になるとですね、はい、そのラッキーバトルの出現率がアップするんですよ。おお、ありがたい。ありがたいよね、はい、もう土日はね、もう絶対に頑張れ全部やってくださいって言い尽くすしかない。そう、すっごいお得なバトルになっているので、ぜひね、この機会に豪華報酬をね、うん、ゲットしてみてください。そして5段稼働記念特別 SNS キャンペーンも開催します。こちらのですね、仮面ライダーマジェード3ユニコーンのパラレルのカードにですね、仮面ライダーマジェード工藤凛音役の松本玲代さんのサインを入れてプレゼントいたします。今回もですね、2部構成になっておりまして、第1回目は1月24日18時から1月30日まで、2回目は1月31日18時から2月7日までとなっております。1回目2回目でそれぞれ3名様ずつ、合計6名様にプレゼントいたします。詳しくはガンバレジェンズ公式 X をチェックしてください。さらにですね、ガンバレジェンズ5段始め用セットの配布が今日からスタートいたします。配布店舗などの詳細はですね、ガンバレジェンズ公式ホームページをチェックしてください。仮面ライダーバトルガンバレジェンズ5段は全国のアミューズメント施設などで好評稼働中。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日にて毎週日曜午前9時より放送中。ガンバレジェンズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。